エスコートは、細胞質のタンパク質複合体で、エスコートマイナス0、エスコート I、エスコート -2、エスコート -3 という種類が存在する。これらのエスコート複合体は、他の補助タンパク質とともに、独特な形式で、細胞膜のリモデリングを行い、膜を屈曲させたり切り離したりする。酵母や人を含む多くの生物で、 エスコートの構成要素の単理と研究が行われている。エスコートは、黄包体の生合成、細胞質分裂、ウイルスの出がなど、多数の細胞過程に重要な役割を果たす。黄包体の生合成とは、指基地んでタグ付けされた、タンパク質が、小胞形成を介して、エンドソームと呼ばれる、細胞小器官へ入る過程である。この過程は、誤ったフォールディングをした。 タンパク質や損傷したタンパク質を破壊するために必須の過程である。エスコートがなければこれらのタンパク質は蓄積し神経変性疾患が引き起こされる。例えばエスコート3の構成要素の異常は遺伝性、形成体麻痺などの神経疾患を引き起こす可能性がある。細胞のアブシジアンは膜が連結されている二つの娘細胞を切り離す過程であり、 これもエスコートによって媒介される。エスコートがなければ、娘細胞は分離することができず、2倍量の DNA を含む異常な細胞が形成される。このような細胞はアポトーシスによって破壊される。最後に、ウイルスの出芽は特定のタイプのウイルスが細胞を出る。過程であり、エスコートがなければ起こらない。その結果、ウイルスは細胞から細胞へ拡散することができなくなる。 エスコートを利用した膜結合タンパク質のリソソームへの輸送。膜結合タンパク質はエンドサイトーシスによって細胞内へ取り込まれる。タンパク質の指キチンタグがエスコートによって認識され、エンドソームへリクルートされる。黄包体が形成され、タンパク質分解が行われるリソソームと融合する。黄包体は指キチン化されたタンパク質と受容体のリソソームへの輸送に、 大きな役割を果たす。エスコート複合体は、指基ん化された積み荷を、エンドソーム区画内に直接出荷する商法へ、運搬し、応報体を形成する。最終的に応報体は、リソソームと融合し、積み荷の分解を引き起こす。より詳細な過程は次のようになる。エスコートマイナス0複合体の構成要素である、VPS27 と、 ハス1が指キチン化された積み荷に結合する。VPS27 がエンドソームの脂質、ホスファチジルイノシトールマイナス3輪酸に結合し、複合体全体がエンドソームへリクルートされる。VPS27 がエスコート I の VPS23 サブユニットに結合し、エスコート I がエンドソームへもたらされる。エスコート I は指キチン化されたタンパク質にも結合する。 VPS36 がエスコート I のサブユニット VPS28 に結合し、エスコート2複合体がリクルートされる。エスコート2の VPS25 サブユニットが、エスコート3複合体の VPS20 に結合し、活性化する。VPS20 が SNF7 多量大差の形成核となり、その後、VPS24 によってキャップされる。 VPS24 が VPS2 をリクルートし、VPS4 が複合体へもたらされる。VPS4 は BT1 の結合に伴って2つの6両体リングから、なるポアを形成する。VPS4BT1 複合体は、エスコート3の解体を開始し、王方体形成の集結の印となる。エスコートと補助タンパク質の概要を書くエスコート、複合体と補助タンパク質は、 異なる、生化学的機能を可能にする独特の構造を持っている。エスコートを構成する各タンパク質には、酵母と構成動物の双方で多数のシノニムが存在する。これらのタンパク質をすべてまとめた表が右に示されている。酵母では、次に挙げる複合体、または補助タンパク質が存在している。 エスコートマイナス0複合体は指キチン化されたタンパク質や細胞表面の受容体に結合して密集することで応報体の形成に重要な役割を果たす。その後複合体はエンドソームの膜脂質への結合にない、これらタグ付けされたタンパク質をエンドソームへリクルートする。適切な極材化が行われると、 これらのタンパク質は消耗を介してエンドソームへ取り込まれて多包体を形成し最終的にリソソームへ運ばれて分解される。この経路はゴルジ体を通過した障害タンパク質の分解の主要な経路である。エスコートマイナス0複合体は VPS27 と h ス1が1、1で結合したヘテロ2両体である。VPS27 と h 1は 逆平行コイルドコイルを形成するキャットドメインを介して2両体化する。VPS27 と HAS1 の双方が N 末端に VHS ドメインを持っている。これらの VHS ドメインは細胞が分解しようとするタンパク質に付加された指チンに結合する。また、指チンは HAS1 に一1つ、または VPS27 の両側面にそれぞれ存在する。 指基地相互作用モチーフにも結合する。VPS27 には VHS ドメインと指基地相互作用モチーフに挟まれて5ドメインが存在する。エンドソームの一般的な資質であるホスファジジルイノシトールマイナスリン酸はこの5ドメインに結合してエスコートマイナス0をエンドソームへリクルートする。エスコート愛複合体の役割は指基ん化された タンパク質に密集し、エスコートマイナス0複合体とエスコート2複合体のブリッジとして機能することで、多方体の形成を助けることである。またエスコート I は、膜のアブシジアンの際、分裂している細胞の中央体の両側にリングを形成し、膜の認識とリモデリングに機能を果たす。エスコート I は、 細胞が分裂する直前に強削体を形成するエスコート3のリクルートも担う。さらに、エスコート I は特定のウイルスタンパク質と相互作用してウイルスの出願にも関与し、ウイルス放出部位に他のエスコート複合体をリクルートする。エスコート I 複合体は VPS23, VPS28, VPS37、MVB12 が1。 111で結合したヘテロ4両体である。組み立てられたヘテロ4両体は VPS23、VPS37、MVB12 からなる棒状のストークに VPS23、VPS28、VPS37 のヘリックスからなる扇形のキャップが結合したような形状をしている。v p s は e にバリアントドメインを持っており、 指キチン、エスコートマイナス0複合体、そしてウイルスのギャグタンパク質のトップモチーフとの結合を担う。この指キチン e にバリアントドメインの直後にはプロリンリッチモチーフが存在しており、膜のアブシジアンの際にエスコート I を中央体へ差し向ける。MVB12 も C 末端を介して指キチンに結合することができる。VPS28 はエスコート I と、 エスコート2間の相互作用を担い、C マッタンの4ヘリックスバンドルドメインを介して、エスコート2の VPS36 のグルードメインへ結合する。エスコート2複合体は、主に、応包体の生合成と指基地化された、タンパク質のエンドソームへの輸送の際に機能する。指基地タグのついた、タンパク質は、エスコートマイナス0からエスコート i へ。IA そしてその後エスコート2へと受け渡される。エスコート2は、炭みを含む商法をくびり切る複合体エスコート3と結合する。エスコート2は、2つの VPS25 サブユニット、1つの VPS22 サブユニット、そして1つの VPS36 サブユニットからなる、ヘテロ4両体である。 VPS25 のプキシーモチーフは、VPS22 と VPS26 のウィングド、ヘリックスモチーフと結合し、VPS22 と VPS36 が基部、2つの VPS25 分子がアームとなる、Y 字型の複合体を形成する。VPS25 も WH モチーフを含んでおり、エスコート2とエスコート3の間の相互作用を担う。v p s は、 グルードメインを含んでおり、ホスファジジルイノシトールマイナスリン酸とエスコート I の VPS28 に結合する。公母の VPS36 では、グルードメイン内のループには2つのジンクフィンガードメインが存在している。これらのジンクフィンガードメインの一方は、VPS28 のシーマッタンドメインを、もう一方は指基ンを結合する。エスコート3複合体は、 エスコートが媒介するすべての過程に関与し、おそらく最も重要である。膜のアブシジアンとウイルスの出がにおいて、膜の切断の直前に、エスコート3は膜の強作部位に巻きつく長いフィラメントを形成する。膜のアブシジアンの媒介は、セントラルスピンドリン複合体との相互作用によって行われる。エスコート3のフィラメント構造は、黄包体の形成時にも存在し、 炭にタンパク質が細胞質へ流出するのを防ぐために出荷商法に線をするリング状の策として機能する。エスコート3複合体は一家的にしか存在しないという点で他のエスコート複合体は異なっており必須サブユニットと必須サブユニットを含んでいる複合体が機能するためには必須サブユニットは適切な順序で集合しなければならない必須サブユニットには VPS60、リドに、イスと1が含まれる。VPS20 は、SNF7 の多量体化の核として機能することで、エスコート3の組み立てを開始する。その後、VPS24 が SNF7 に結合し、複合体のキャップとなって、VPS2 をリクルートする。VPS2 は、その後、VPS4 を複合体へリクルートする。細胞質の有利型の、 各サブユニット単量体は閉じた構造であると考えられている。すなわち、各サブユニットの C 末端部分が自身の上に折りたたまれ、自己疎外的に単量体サブユニットを安定化している。エスコート3のサブユニットの C 末端は必須サブユニットも必須サブユニットもミンモチーフを含んでいる。このモチーフは VPS4 や トリプル AATP アーゼノスパスチンとの結合を担う。VPS4BT1 タンパク質複合体は特定の過程の完了後に膜からエスコート構成要素を除去する際に必要とされる。VPS4 がエスコート3複合体を切断するのか、それとも構成要素が特定の時期に切断される要複合体をリモデリングするのかについては議論がある。 p t 1は VPS4 の活性化因子として機能し、組み立てを補助して、AAAATPRZ 活性を向上させると考えられている。VPS4 サブユニットは2つの機能的ドメイン、N マッタンの MIT ドメインと中心部の AAATPRZ ドメインを持っている。MIT ドメインは VPS2 のミンモチーフとの相互作用を担う。AAA ATPRZ ドメインは ATP を下水分解してエスコート3複合体の解体の動力となる。エスコート3は除去されてすべての結合サブユニットは再利用される。v t 1は二量体タンパク質で VSL ドメインが VPS4 との結合を担い、MIT ドメインがエスコート3のサブユニット VPS62 結合する。 ビティチは必須ではないものの、VPS4 のリング状構造の組み立てを助け、ATP アーゼ活性を促進し、エスコート3の解体を促進することが示されている。ブロー1の主要な機能は、脱指キチン化構想、エスコート3複合体へリクルートすることである。その結果、リソソームでの分解標的となったタンパク質から、指キチンタグが、 王胞体の形成の直前に除去される。ブロー1は、積みにタンパク質から指基ンが除去される間、エスコート3の安定化を助けていると想定されている。ブロー1の N マッタンドメインは、エスコート3の SNF7 に結合する。この結合によって、ブロー1は、膜のアブシジア部位にリクルートされる。ブロー1は、脱指基ン化酵素、DOA4 の 触媒ドメインにも結合し、DOA4 を膜のアブシジアン V へリクルートする。DOA4 はリソソームへ送られる積みニタンパク質から指チンを除去する。エスコート複合体の中央体へのリクルート。セップ55は MKLP1 に結合する。セップ55はエスコート I とアレックスをリクルートする。エスコート I とアレックスはエスコート3をリクルートする。エスコート3は 娘細胞の間の膜のネックで螺旋を形成し、狭策と切断を引き起こす。細胞質分裂における膜のアブシジアンは、細胞分裂の際に2つの娘細胞を連結している膜が切断される過程である。この過程は、多くの古細菌でも保存されており、エスコートの最古の役割であると考えられている。この過程は、中心体タンパク質、セップ55が、 微小管と結合する、有意と分裂期ネシン様タンパク質 MKLP1 との結合によって、分裂中の細胞の中央体へ、リクルートされることで開始される。その後、セップ55はエスコート I の VPS23 サブユニットと補助タンパク質アレックスをリクルートし、中央体の両側にリングを形成する。エスコート I とアレックスは SNF7 サブユニットを、 介して、エスコート3をリクルートする。エスコート3のサブユニット VPS20、SNF7、VPS24、VPS2、DIDO2 は、VPS23 によって形成されたリングに近接して、螺旋状の繊維を形成する。この螺旋状構造の形成によって膜が変形し、中央体に形成された微小管を切断するために、 トリプル a a t p r ゼノスパスチンがディドニとイスト1によってリクルートされる。その後、VPS4 がエスコート3複合体の解体を触媒し、新たに分離した2つの娘細胞となる。膜のアブシジアンの過程は、構生動物でより詳細に研究されているため、構生動物のタンパク質名で記している。HIV の質が A 細胞膜の直下へのウイルスタンパク質の蓄積はウイルスの外側への突出を引き起こす。B、膜の突出部の根元でエスコート複合体によって強作部が形成されウイルスを含む症候が形成される。C、質外部分は有利細胞外ビリオンを残してくびり切れる。ナショナルキャンサーインスティチュートイメージ ID2382 ウイルスの出芽としても知られるウイルス粒子、放出過程は、宿主のエスコートを乗っとって、細胞内から、ユーリビリオンが放出される過程である。HIV-1 や、ヒト T リンパ構成ウイルスなどのレトロウイルスや、エボラウイルスなどエンベロープを持つウイルスの多くは、宿主細胞から出るために、エスコートを必要とする。この過程は、レトロウイルスの被覆の主要な構造タンパク質である。 ギャグタンパク質によって開始され、エスコート愛服合体の TSG101、補助タンパク質アレックスと相互作用する。エスコート3のサブユニットがウイルスの出荷部位にリクルートされ、細胞質分裂中の膜のアブシジアンと似た過程で、出荷部分のネックを強削し切断する。その後、VPS4 がエスコート3構成要素を細胞質へリサイクルし、ウイルスは 細胞から放出される。ウイルスの出芽の過程は、厚生動物でより詳細に研究されているため、厚生動物のタンパク質名で記している。ありがとうございます。